クトリー。はい、どうもビタズファクトリーの工場長ビタでございます。今回も僕の持ってる、カメラの紹介もう大変なんですけど、やっていきたいと思います。もう一回ね全部出したらなおさんと寝る場所ないんでね、やっていきます。今回はコダック、まず1台目は DC20、 はい、コダックの DC20、 これがね、記録メディアが確か入れれなかったような気がするんですよね。記録メディアが入れれないんで、中に内蔵の記録領域に写真を記録して、パソコンなりに転送するんですけどね。端子もねちょっとできるんかな、ちょっとできるかどうかわかんないですね。古いパソコンじゃないと対応してない可能性があるんで、実際これ使ったことないです。で次、コダック DC210 ズーム。この頃のコダックはちょっとデザインがなんかなっていう感じなんですけど、メガピクセル、1メガピクセルかな、これまああんまり使いやすいカメラではないです。ただあのコダックブルーっていう空の色が見れるカメラ、この辺は。で次、DC280J ズーム。はい、まあさっきのやつとデザイン似てますけど、なんとも言えないデザイン、ちょっとでかすぎるんですよ、持ち歩きがちょっと大変です。で次、はい、DC3200、 ちょっとこの辺になるとサイズはちっちゃくなりますが、なんかまあ独特のデザインですよね。作り的にはかなり質素な感じなんですけど、結構レトロな写真が撮れて、これは割と好きです。で次、はい、DC215 ズーム。またちょっとちっちゃい感じですけど、コダックにしてはフィルムカメラの雰囲気がちょっと出てますね、デザイン的に。なんかここ全部足ついてるんですよね、かわいいなこれ、全部足ついてるっていうのがコダックのデザイン。でこっからがね、コダックも小型化が進みますのでちっちゃくなりますが、はい、 DC3800、 これめっちゃいいカメラです。ちょっと傷入っちゃってるんですけどね、色がねいいんですよ、コダックブルーというのか、なんていうのか、気に入っていっぱい使ってました。ただあのオート撮影しかできないんで、まあ、マニュアルをねコダックのカメラに求めるのもどうかと思うんですけど、まあオートで色味だけ楽しむっていう意味ではすごいいいカメラでした。で次、はい、コダックのイージーシェア C433、 はい、イージーシェアっていうなんかプリンターとかのやつかなに対応してるモデルですね。特筆すべきことは特にはないですが、まあ色味としてはやっぱりコダックのカメラなんでいい色が出たような気もします。まあそれ以外普通のコンデジ。で次、コダックのこれイージーシェア LS755、 はい、画面が急にデカなりましたね、さっきのに比べると。でちょっとデザインかっこいいです、この後ろとかね結構かっこいいですよね、デザインで。赤っていうカラーも結構いいと思います。これはね、何やったかな、なんか悪いところが一つあって、メモリーカードが読み込みおかしいんやったかな、データの書き込みがおかしいかなんか、なんかねありました、不具合っぽいのが。まあでも使えんことなかったんで、確かこれデジカメレビューしてると思います。で最後、はい、これなんや、コダックの ZX-1 かな、これムービーカメラなんですよ。で静止画がねなんか撮れない感じっぽかったんで使ってないんですけど、静止画モードないよな。まあちょっと携帯とか新しめのものなんで携帯っぽい雰囲気ではあります、デザイン的には。で、防水加工されてます。若干この辺が過酸化水素分解が起こっててベタついてますけど、まあまあそれはいいです。
っていうのが僕のコダックのカメラでした。まああんまりないですね、コダックのカメラもね。そんなにやっぱり今まで見ててもそこまで見たことないです。もう見つけたもんは全部買ってるぐらいですね、これが。はい、というわけで、今回コダックのカメラ、次回は、また何か別のメーカーをね、見せたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。